配信するときはココハです。だるまありがとうございます。そうだからみんなが時計になってください。そう携帯で時計見るので時計いらないのよ。風船のくまちゃんありがとうございます。地味に面白い地味に当たりがとうございます。腕時計もあんまつけないですね。そうスマホがあるからね。あと携帯基本的に携帯は常に見てるので。アップルウォッチ持ってないです。まだ欲しくなったことがない。でもなんか心拍数測れるっていうやん。心拍数は測りたいかもなんとなく。ハートありがとうございます。心拍数低かったら通知来るの？てか心拍数って何？まず心拍数って何？アップルウォッチじゃなくても測れるやつあるんだ。なんかいいよね、なんとなく。だってさ心拍数なんてなかなか測らないじゃん。だからなんかいいなみたいなあんまりできないことがついてる機能いいなみたいな。今欲しいものあるかな？ないかも。なんかいつも欲しいものがない服あと土入りのメガネとかかな。基本ね覚えてない。欲しいもの欲しいなって思うタイミングはあっても覚えてないんです。ドキドキの数なの？え、じゃあ例えばお化け屋敷に行くと多くなるってことですよね。多い方が危なそうだけど少ない方が危ないの？あと欲しいなって思ったらすぐ買うのであんまり欲しいものとかは分かんないか。欲しいなって思ったタイミングで買うことが多め。めんどくさい系以外はそうメガネとかはめんどくさい。あ、両方危ないんだ。まあ、確かに少ないのも息してないってことだもん。じゃあ多すぎても少なくても危ないってこと。でもなんか心拍数低いですとかいう通知来たら上がりそうだけどねなんかドキドキしそうだけど。その通知のおかげでドキドキするかもしれない。うわ怖いよ死ぬのかなって。てか死ぬで思い出したんだけどさなんかヤバ関連なんだよ。死ぬで思い出したんだけどさ
本当に昔からさ第一印象が怖い系が多くて、なんでだろうと思ったらさ、目と口が死んでない？ミオミオって真顔の時目と口が死んでるのよということに気づいて、だからかと思って、なんかショールームのスクショとかでもなんかこういうのが多いじゃん、こうやってやってたらさ怖くないじゃん、それに気づいた、目と口が死んでます。ハートありがとうございます。だってちょっとんって言ったらさだいぶ印象変わるくない？多分ね、真顔が人より真顔なのよ、っていうか生きてないんだよね、そもそも。ピカピカありがとうございます。口も死ぬことあるんだ、だってそうよ。でも自己紹介 MC とかも別にミオ楽しんでますよ、楽しんでるんだけど、たまに映った時の顔がなんかやばい時あると、なんか前何なんだっけな、 MC か自己紹介か忘れたけど、顔の切り替えやばすぎてビビったんだけど、急に笑ってたところから急に真顔になってて、普通に普通なんだけどね、普通にしてるんだけど、ありがとうございます。だから別に魂は抜けてないです、1ミリも、1ミリも抜けてないのにそうやって見られる。真顔もう慣れた、だってそうだよね、もう何年も見てるもんね、みんなは。ミオは自分でもたまにびっくりしますよ。あとあの昔のさ卒アルの写真に似てる瞬間があるニオイチ30もっとゆっくり言って、だって最近早くしてるんですよ、知ってた？みんなで一緒に西美桜をここの数ヶ月早くしてるんですよ、本当に。前はもっと、昔はもっとゆっくりだったんですけど、28時間でもそんな時あったと思う。だってなんか X で見ました、あの超無意識超無意識やし、全然自分の出番じゃない時になぜか、気配消そうとしてる時もない、勝手に消えてるだけ。なんか昔前いたマネージャーさんに241西井美をめっちゃ高速でやってみてよ今度みたいな言われて、それぐらいからちょっとずつ速くしていってるんですよ実は。もっとゆっくりだったよね西ー、最近速くしてます。最近とかもう半年以上前とかだけど、でも徐々に徐々にね、その急に早くせずに徐々に早くしてます。ゼロはこうです、本当はこれ
から指が追いつかない人もいるかも。メンバーのキャッチフレーズで微動だにしないことがあるだって。それは多分知らない。キャッチフレーズ何すればいいか分かってないですね。いまだにびっくりする。キャッチフレーズ分からなくて、え、何にしようって。え、気配切りやりたいんだけど。夢でもなんかバイトしてた時にさ、これやっといてみたいな言われてさ、嫌だったので、嫌だなと思いながら分かりましたって言ったら、嫌だやりたくないって言われた。こっちは普通に普通の感じで、はいみたいな感じのつもりだったのに、なんかバレてた。悔しい。その時ぐらいから気づき始めたの、あれみたいな、顔に出てるのかなみたいな。そう、3って難しいからね。3ってこうやって指伸ばすの難しくない？まっすぐ。そろそろ脱落するかもだって。これ脱落形式だったんだ。2130の納豆の風は言った方がいいんでしたっけ。だって風が言うところね、みんな。本当はね、何でもいいんですけど、本当は風をみんなが言う場所だから。でも気配切りは日本版映像とかでやりたいかな。なんか事務所行ったらさ、ピンポン玉とコップがまだ置いてあってさ、練習しろってこと。まとめて置いてあるんだけど、その挑戦してたお部屋に置いてある。ピカピカありがとうございます。でもミオも左手できないかも。西見全然いいですけど、にしみよっていうの任せます。だって日本版映像はそのカットとか編集ができるからちょうどいいかも。気配切るのにちょうどいいかもしれない。やったことないんですよね。ピカピカありがとうございます。事務所のマットでいつも寝てます、自分は。いつも事務所のマットで寝ている。仮眠をとってます。そう、無音でね、無音でやるための2分半。とてもやりたいです。なんか居心地は良くないですよ、マット。むしろなんか綺麗ではなさそうだなみたいな。潔癖の人寝れなそうだなみたいな雰囲気あるんですけど、
あの寝転ぶ場所がないのでそこで寝るしかない。なんか空き時間とかも多いから。ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。最近学校の夢見る。でも使ってないマットね、そう寝るためのものじゃなくもない、何もしてないSK 入った時からもう一生誰も使ってない、一生置いてあるマットです。寝転ぶか座るかしてるところしか見たことない。あれは使わないですね。だから綺麗じゃなさそうって思うのずっと置いてあるから。でもね、よく椅子を3つか2つ並べて寝ることもあります。そう、椅子の上でも寝れる人な。でみよ、あれ苦手、マット、マット苦手です。前転が限界前転以外苦手。誰もありがとうございます。そう、椅子のがね余裕で綺麗です。待って、あ、でも椅子で寝ると腰がめちゃめちゃ痛いです。なんかゆコロコロついてる椅子はまだ柔らかいんですけど、劇場のパイプ椅子あるやん、あれを並べて寝るときは本当に腰が痛くて、マジで疲れてる時しか寝れないガチ疲れの時しか寝れない。マジであれでいつも腰腰痛いってなってる。いや、あんまりすぐ寝れないんだけど、事務所とかで仮眠する時は疲れてる時なので寝れますね。ありがとうございます。あ、ミオ鉄棒できます、坂上がりできます、得意でした。坂上がり系列坂上がり系列得意でした。ありがとうございます。劇場の座席では寝たことないんだけど、あれは超ふわふわじゃん、もうそんなん日にならないぐらい痛い寝転ぶの。マジパイプ椅子痛いし、幅がめっちゃ狭くて結構背もたれがなんか結構真ん中ら辺まで来ちゃってる系なので。そう、後転とか全然できない後転難しい。パラありがとうございます。たまにレッスン場で通した後とかにコンサート期間にうわーみたいな感じで寝転んでそのまま寝てることとかあるあ、寝てたみたいな。そうそう、連続で回るのとかもできてたタイプ。今は多分逆上がりぐらいしかできない。大車輪ってなんや。逆上がり得意でした。
あの一輪車は乗れません。そう、ソファーとかあればいいんだけどね。ソファー置いてほしいな。飛び箱 NG です。 ONG です。飛び箱ありがとうございます。でもあんまり見ない、事務所で寝てる人あんまりいない。ミキとか、大車輪って何？え、逆上がりってそんなすごいの？なんかみんなできるものなのかと思ってた。逆上がり竹馬ノットです。ノット竹馬、あれなんで進んでるか普通に理解ができません。ありがとうございます。あの事務所にね、ソファー欲しいなって、事務所に欲しいなって。水泳はやってたので、小学生の時、まあ通常ぐらいは踊れます。踊れますじゃない踊んないよ、泳げます。そう、腕の力ないんよ。腕の力がこう、いや例えば思いつかないけど、腕の力が弱いんですよね。てか竹馬にチャレンジしたことがそもそもないかも。確かに逆上がりテストあったね。テストはやった気がする。でもミオの時代というか、小学生の時はプール習ってる人めっちゃ多かったです。みんな習ってた。そう、バタフライまで合格してやめました。その次がなんかプロのさ、ちゃんと練習する方、時間が変わる方やつだったので、プロテスト的な、その前でやめました、バタフライって。でバタフライなんてもう絶対できないけどね今。ありがとうございます。なんか逆上がりにね、板ついてるやつあったよね。なんか板を走って登るやつ。逆上がり人によるんだね、できるできない。誰もありがとうございます。あ、そろばんも多かった。あのそろばん習ってたんですけど、見よう。そう、しかも2級ぐらいまでやってた。2級かな。だから1桁足す1桁と2桁足す1桁は、あの見よう、今でもそろばん
でやってます。そう、2桁足す2桁になるとできなくなっちゃうんですけど、2桁足す1桁までならソロ版でできる、こう頭の中で。でもすっごいさ、こんなさ8行ぐらいのさ、もうこんな長いさ足し算とかさ掛け算とか割り算とかいっぱいあったんだけど、もうできなくなりました。小学生的な話。でもやっててよかったなとは思う。2桁足す1桁と1桁足す1桁は任せてくださいそれ以外はちょっと NG で。ハトありがとうございます。なんか2級の盾みたいなの持ってるもんなんかの何こういう総選挙とかでもらうさ、ガラスのさ、ガラスのさ何や盾みたいなやつ持ってる、2級の。待って、そろばんの絵文字あんの？そろばんの絵文字。でも暗算もそのそろばんでやらされてたけど、あまり得意じゃないです、フラッシュ暗算的な。なんでそろばん習い出してたんだろう。別に姉ちゃんがやってたとかじゃないのに、普通に謎。あ、学校でもあったそろばんの授業、ちょっとだけ。逆にその桁でそろばんいるんか、だっているでしょ。できないでしょ、2桁足す1桁難しいんだから、そろばんないと。いるよ。あ、そう、トロフィーみたいなやつ縦じゃないか、縦って何、そろばんみたいなやつ、そろばんみたいなやつじゃない、トロフィーみたいなやつお家にある。え、そろばんの絵文字初めて見たんですけど。カラフルそろばん、水泳も。てか自分から習い事はほぼないかも、あんま、うん、あんまり自分からやりたいとかはあんま石なしだったので。姉ちゃんが水泳やってたのかな。お、習字やってないですね。ちょっと字を見ていただきたいんですけど、ぜひ。やってないですね。ありがとうございます。キックベースも医師じゃない、姉ちゃんがやってて入ったみたいな。だって2年小2の時とかは遊んでたもんね、泥団子とか作って。小4ぐらいからちゃんとやり始めてって感じ。小1の子と小1の、自分が小2の時に小1の子と一緒に遊んでた。味があるし、あー、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。
そう、だいたい小4小5小6の子があの出るので、試合小2ぐらいの時はあんま興味なくて泥団子作ってました。泥団子蹴らないよ、泥団子作らせて。泥団子作ってた、一個下のこと、一個下のこと仲良かったんですよ、ずっと。よく遊びました、あの高学年になっても。てか仲良しだったな、同期もだけど同級生もだけど、なんか恵まれてるかもね。なんか恵まれてるかもね。普通に普通に楽しい、なんかめっちゃ遊びに行ってたみんなで。しかもなんかその複数人で遊ぶっていう遊びを小学生の時からしてたので、いい経験いい経験です。ピカピカありがとうございます。だってキックベースでも友達がいて、がクラスはクラスで友達がいて、いいよね。小学校そのロープレしてたのは8人グループぐらいで、中学のいつ目も9人グループで、高校はあんまりグループとかなかった。高1は7人ぐらい女の子いたけど、クラスが離れちゃって高2高3って。分離となんだっけ、なんだっけ、あのなんだっけ、あれ、理系と、なんだっけ、理系と文系で分かれちゃったんですよ。理系と文系も出ないのやばいけど、自分は文系だったんですけど。でもその1年の何人ぐらいいるのかな、分かんないんだけど、10人ぐらいは1年前にも集まりました。1年前にみんなで集まりました。みは前の日も次の日もお仕事だったんですけど、もう一生会わないかもしれないと思って行きました。もうみんなで一生会わないかもと思って、なんか行っとこうと思って、その 10人くらいいるのかな、そんなにいないのかな、わかんない。そう、消去法で文系、理系は無理かなみたいな感じで。いつもミオはその集まりに行けないので、去年たまたま空いててたまたま空いてて、今行かなかったら一生会わないかもと思って遊びに行きました。多分ギリギリ大学4年の年だったから、逆にもう集まれないかもと。あと、ありがとうございます。でも理系の方が賢い人が多かったです。でも高2と高3はクラス替えがないんですよ。
同じクラスの高2と高3だからあんまり。友達増えたりとかはないけど、高2と高3が同じだった。ピカピカ、ありがとうございます。担任は同じ先生かな。どっちだろう。なんか担任の先生あんまり覚えてないんで。あ、うん、誰だ同じかな。わかんないわからない。部室は一番端の一番後ろが一番好きです。まあ、そこが無理だとしても一番後ろのレーンが断然好き。そこしか勝たん。結婚してありがとうございます。そう、先生覚えてないんだけど同じじゃないかな多分わかんない本当に。なんか普通はさ、高2高3の先生だったらさ、進路とかでさ、なんか普通だったらさ、ちょっとお世話になって何々先生みたいな感じありそうなのに、あの一切覚えてない一切覚えてないです。進路の相談とかもしてないと思うもん。マジで窓の端が一番好きで、もう極力後ろが好き。でその橋の席で友達と前後になれた時も大好きなんかね、橋の席って真横向けるんですよ、前じゃなくて。だからその後ろの人の机にこう手を置いてこうやってできるっていうのがいいところ。ピカピカありがとうございます。マジ窓際ラバーです。友達いないときは外見てて、友達いるときはその内側に向いて、体を真横にして内側に向いてお友達みたいな。でもね、たまにねカメムシとか来るんだよね。そう、あのなんかカメムシがカメムシの地域でそうカメムシ系の地域なの。あんまりミオ地元にはカメムシいないんだけど、そのカメムシ系の地域なのでたまに窓側に来ちゃったりするんだけど、叫んじゃうタイプ。虫怖い。カメムシの地域なんですよ。お弁当は自由なので好きなところで好きな人と食べます。まあ後ろの席ですよね。みおたんは後ろの席で集まって食べます。基本後ろにいます。あと後ろがロッカーがあって、そのロッカーの上に座るのが好きで、2段ロッカーがあるんですけど、そこのにいつもみんなで座ってた。邪魔じゃね邪魔じゃね邪魔じゃね邪魔やん。そこにみんなで座ってて、そこが好きでいつも座ってました。女子校じゃないです、中高。邪魔だよねだってさ、
そこで荷物取りたい人とかがさ来てさ、わざわざずれてたもん、座る位置邪魔やん。そこの場所が本当に好きで、ロッカーの上が好きでした。なんかちょうどいい高さ、ロッカーが2段重なってる、ちょうどいい高さ。ベスポジベスポジです。ベスポジション。でもお弁当なの嬉しい。お弁当、中学も高校もお弁当だったのが個人的には嬉しいです。給食の人もいるやん、特に中学だとお弁当だったんですよ。本当に助かる。小学校の時はお弁当じゃなかったので、給食あんま食べれなくて、好き嫌い多くて。あんまり食べれなかったんですよ。だから多分身長伸びなかったんですけど、牛乳も飲めないから中学お弁当でマジで嬉しかった。でも中学は結構友達もみんなお弁当で、違う学校の、そのミオの一個下ぐらいから給食になったので、本当ギリ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 の世代、ギリギリの世代です。マジ給食だったら普通に食べるものない。今だったら食べれるだろうけど、その時はあんま食べれるものはない。からマジでお弁当で嬉しかった。早弁が流行ってた中学の時は多分やりたいだけ、多分。でも中学の時は命がけだったので、部活にバレたら怖かったので高校とかはもう部活とかもないから何でもいいんだけど、中学は顧問の先生にだけはバレてはいけないっていうそう、本当に死ぬので。朝練もありました。顧問の先生が変わるまでは、変わったからなくなっちゃったんですけど、朝練とか普通にやばくない？寝かせてよ普通に普通に寝かせてほしい。本当ありがとうございます。本当にバレてはいけないので、もう顧問の先生にバレずにどれだけ生きるかっていう。でも遊びたい気持ちがあるじゃん、中学生だと。マジ戦ってた。で、その一面は9人グループの1名は自分だけバスケ部だったの。だからそのみんなは遊ぶやん、みんなは遊ぶのに、ミオは顧問の先生にバレずに遊ばないといけないから大変でした。水槽ありがとうございます。
どんどんね、部活厳しくなくなってくよね、多分。自分も顧問の先生が変わるまで厳しかったので、普通にすごいね、部活って。すごい仕組みだ。土日とかもだって自分の意思で部活に入ってるんでしょ。すごくない？遊んだらいいのに。あと、ありがとうございます。でも人生で部活やっててよかったと心の底から思います。妹とかもしいたら絶対部活入りなさいって言ってる。そう、練習試合とかも行ったりしました。たくさん自転車に乗りました。でも部活入ったのは姉ちゃんがでかいかも。キックベースもだけど、なんか大体姉ちゃんの影響。ありがとうございます。本当、中1の時から見た先輩って超先輩なのに、今見る中学生なんて本当にちっちゃいじゃん。すごいよね、あの年齢で上下関係つけれるの。仲良くやろうぜ。どうもありがとうございます。ハートありがとうございます。ミュータンは自転車でもみんなに追いつくのに必死でした。ゆっくりなので。ハートありがとうございます。なんかなんだっけ、この前のフィナーレ、グランドフィナーレの時にさつきちゃんが掃除してくれてた。一人で掃除してくれてた。なんか自転車系の MV 撮りたいな自転車系の MV。なんか結構 AKB さんの青春系 MV 走ってるとか、そっち系あんまり撮ったことなくて、どっちかといえば室内で踊りますとかの MV が多いんですよ。だから外でがっつり海とかでやってみたい。言い訳メイビーとかも自転車でしたよね。なんかそういうミオがちっちゃい時見えてたような憧れ MV みたいなのも撮ってみたいにゃん。エブリデイカチューシャみたいなテンションも。そう、ポニーテールとシュシュとか、そういうテンションのなんか
よく見てた KMV。 なんかねパレオもあれ学校内だから全部中じゃん、外で撮っててもあれは中なのよ。そう、大体なんかこの範囲内の中で撮ることが多いので、ドラマ仕立ての MV むっちゃ好きだったな昔。ダイヤモンドリリーだったかな、ああいうなんかバスを追いかけるみたいなとかやりたいな。ちょっと前のそのキラキラ系、外で撮る青春キラキラ系、大声ダイヤモンドとかもむっちゃドラマ仕立て、そうなんかキラキラ太陽外がいいキラキラ太陽外で撮りたい。ピカピカありがとうございます。水かけちゃうみたいな水かけちゃうよみたいな。ちょっと希望的リフレインは走りすぎかも、タミオ途中で歩いてるかも。結構ほんと小学生の時とかは MV が好きで AKB さんのいろんな MV を見てました。昔のやつから最近のやつまでよく見てた。涙サプライズとかも室内だけど可愛くていいよね。ピカピカありがとうございます。バスケットボールのところが好きですで本当に10年桜とかはマジ青春曲、結構普通に熱かったです。披露できて去年の春。多分小学生だからそんな会いにとかも行けないし、多分いろんなそんないろんなコンテンツを知らないから MV をいっぱい見てたんだと思う。あれもいいな、曲名忘れちゃった、4人センターのやつ、お花の中のプールのやつの名前なんだっけ忘れちゃったんですけど、あ、さよならクロールだ。あ、さよならクロールも披露してるじゃん、ミオ。パレオのやつで。知らない間に披露してた。びっくり。知らない間に披露してました。
あんまりあのバラード系めっちゃ好きではないんですけど、バラード系はあれは好き、桜の木になるは好きです。あとありがとうございます。今日もありがとうございました。明日も時間があれば配信します。おやすみちゃん。バイバーイ。みはね、寝てしまったんですよ、さっき。だからなんか夜寝れなさそうな雰囲気。だけど、明日4時あるよっていう雰囲気です。お仕事だよ。